2019年12月まで使用されていた青森市、役所青森市役所は、日本の地方公共団体である、青森市の執行機関としての事務を行う施設である。郵便番号030-8555青森市、中央1丁目22番5号、郵便番号030-0801青森市、新町1丁目3番7号、郵便番号038-8505青森市、 柳川二丁目一番一号、郵便番号038-1392青森市、波岡大和・波岡あざ稲村101番地一、青森市役所庁舎の老朽化を受け、青森市は原本庁舎敷地に2基に分けて整備することを主な内容とする青森市役所庁舎整備基本方針2012年5月29日に決定した。その後、新庁舎設計の指針となる。 青森市役所庁舎整備基本計画を取りまとめた。従来の計画では2019年度に10階建て程度で整備する予定だったが、青森市の複合商業施設青賀の閉店を受け、小野寺昭彦市長は窓口サービスや一部の機関を青賀内1階から4階に配置し、駅前庁舎として共用を開始させた。新本庁舎については、従来の10階から3階建てと、 大幅に圧縮し、2018年1月22日、着工、2019年11月1日完成、2020年1月6日から、供用開始した。青森市役所新庁舎落成式典青森市役所、新庁舎市民見学会開催概要青森市、青森市役所窓口機能の青が点について、青森市、青森市役所庁舎整備基本方針を、 策定しました。青森市役所庁舎整備基本計画を、策定しました青森市庁舎建て替え、青谷窓口機能移転へ各新報新本庁舎工事22日開始、青森市役所駐車場を大幅圏に、ヤフー、ニュース青森市役所の新庁舎が完成、4日に、落成式典開催デイリー東北、2019年11月1日21時52分配信。 新市庁舎建設工事の着工及び本庁舎正面駐車場の閉鎖について12月26日提供青森市役所新庁舎落成式令和元年11月4日青森市2019年11月4日リリース青森市職員を逮捕女子トイレ侵入容疑広崎署ウェブ等を2020年8月3日2020年8月14日閲覧 ありがとうございます。